こんにちは。本日は京都府亀岡市の走田神社に来ました。大家好，那我们今天来到京都府龟冈市的走田神社。走是走路的走，田地的田，走田神社。こちらの神社はよく時代劇や映画の撮影に使われてる有名なスポットです。那这边的神社呢，经常被用于电影或者是时代剧拍摄场景。そして去年公開されたSMAPの木村拓哉が主演してる永遠の住人という映画もこちらの神社であるシーンを撮ったそうです。那去年公開的 SMAP 木村拓哉主演的電影永遠的住人永遠の住人的電影里面也有在这个神社拍摄的场景。こちらの神社は今年台風の影響で木が倒れました。そして、電動ノコギリを使って、チェーンソーアートで馬を彫刻されました。那因为今年台风的影响，这边的神社由大型的树木倒塌了。那倒下来的树干呢，就运用电锯，然后就是日本传统技艺，用电锯雕刻成了马的样子。台風。今年の台風の影響でこちらの神社も木を倒れたり本殿を壊れたりそういう損害が出ましたので多分しばらく映画のシーンに使われないかもしれないんです。那因为今年大型台风的影响，这边的神社也有就是树木倒塌，或者是本殿受到一点毁损的状态，导致于最近可能没有办法用于电影场景的拍摄。
かなり広い神社なので人も少ないし、ゆっくり参拝できます。もしよろしかったら立ち寄りください。伝統技術のチェーンソーアートもありますので、ゆっくり見てください。好，那因为这边的神社呢，它占地还算宽广，然后人也很少，然后还有就是日本传统的技术，用电锯雕刻成的马，在这个地方也有。那就是如果有兴趣的人，可以来这边慢慢的散步参拜，是一个很不错的地方。それでは交通手段を紹介させていただきます。こちらの走り田神社でしたら JR の亀岡駅から徒歩1時間ぐらいかかりますので、よろしければ JR 亀岡駅からバスで乗り換え してください。バス乗って亀岡市民公園に降りて徒歩だいたい15分20分ぐらいです。はい、ちょっと交通不便なところですけど、もう広いし静かし、興味がある方でしたらぜひ立ち寄りください。那这边的走田神社呢，大概的交通方式可以利用 JR 坐到龟冈站，如果从龟冈站直接走路的话，大概需要花1个小时左右。那如果不想走这么久的话呢，可以从龟冈站转乘公车，搭乘公车到龟冈市民运动中心下车，走路大概15-20分钟左右就可以抵达了。虽然交通并不是那么方便，但是因为这个神社算是非常的人不多，然后也可以好好的散步，如果有兴趣的人欢迎到这边走走看看。拜拜。